さ、寛容な女性の方がいいです。見ない、触らないっていうのが良いですね。ヴィーナス杉口からでございます。このチャンネルは自分のことを大好きになって、ダンスの彼やお金や世界から愛される方法をお伝えしているチャンネルとなっております。本日のテーマはこれです。デートの時のバッドマナーということで、これをやっちゃいけないよというマナーについてお話をさせていただきますので、ぜひ本日も最後までご視聴ください。それでは早速いってみましょう。以前男性とのデートの時に知っておくべきマナーっていう動画を出しておりますので、こちら概要欄にリンク貼っておきますので、そちらはこれはやった方がいいよっていうことをお話をしておりますので、そちらも合わせて見ていただけたらなと思います。本日は、逆ですね。これやったらダメっていうブルーってやつです。めっちゃあるよね。皆さんデートしてますか？そのマナーダメだよなんてさ、あんまり言ってくれないと思うし、当然マナーがある人とない人だったら、マナーがある人の方が男性は一緒に連れて歩きたい、恥ずかしくない、自慢したいと思うので、知ってるようでできていなかったりとかもすることってあると思うんですよね。なので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。まず外見編。外見編は当然外見に気を使っているのはみんな知ってると思うんですよね。例えばリップ塗ってるとか、自分が好きなファッション着てるとか、髪の毛巻いてるとかさ、あると思うんですけど、忘れがちなのが靴ですね。目から離れてるところって目が行き届きにくいんですよね。で、靴の何が気をつけるかって言ったら、かかとのすり減りとか汚れとか、あと靴の中ですね。靴の中敷きがもうすごい汚いとか、靴を単体を見た時に靴自体が汚っと思われないような靴を履くこと。例えば行く場所がお座敷とかだったらさ、靴を脱ぐじゃない？そしたら靴を見られるんですよ。見てなくても目に入っちゃうから。だからそういうところで日々の暮らしっぷりとか丁寧さとか清潔感とかが出ちゃいますから。だから外見編においては、当然皆さん可愛くしてる、おしゃれしたり、みんな気を使ってると思うので、そういう当たり前のことはもうやってる前提として忘れがちなのが靴です。靴の中を綺麗にすること。はい。服装に関しても女性っぽい感じがいいかなと思いますけどね。例えば運動とかだったらワンピースとかフェミニンな格好とかは TPO に全然合わないですけど、お食事に行くとか飲みに行くとかだったら女性らしい格好の方がいいかなと思うし、あとね、個人的にはあんまりカジュアルじゃない方が私は好きです。肌見せとかがある方が良いかなって感じかな。例えばさ、今日私オフなんですよ。仕事がめちゃめちゃ忙しくて、やっとオフっていう感じなので、ゆっくりしてる時間なので、もう顔もこんな感じでしょ。髪の毛もこうって感じだし、今日は私すごいカジュアルな、こんなフリンジがついちゃった服ですけど、こういうのよりかはピースとかがいいかなって感じですね。はい。今2月で冬なんですけど、アウター着るじゃない。アウターって寒かったらあったかいのってダウンコートだと思うんですよ。あったかいよね。ダウンコートって絶対ボリュームアップして見えちゃう。着汗効果があるダウンコートとはいえ若干ボリュームアップするから、なんかデートの時はダウンじゃない方が良いですね。例えばちょっとこうすっきり見えるシルエットのチェスターコートとか、アウター自体にあんまり厚みがなくてでもあったかいっていうものが良いですね。はい。では次に、デートの時に無意識のうちに男性を引かせてしまう行動についてお話をしていこうと思います。まず一つ目がですね、割り込みをすること。割り込みって、例えばレストランとか水族館とか映画館とか、なんか例えば並ぶっていう時があった時に、きちんと列に並ばずになんかもうグイグイ行っちゃって、ここ場所取っといたよみたいな割り込みをする人ですね。家族とかでも行列がある時にちょっとでも割る先に自分の方が先ですみたいなことをしゃしゃり出ない方がいいですね。一人割り込みをしなくても別に待ったらいいじゃないって感じだから、その割り込みをすることによって不穏な空気が流れたりとか、先に行ったとしてもあんまり気分はしないかな。次にですね、スマホに夢中になること。私もさ、スマホが大好き。よく携帯をいつももう手に持っているから頻繁にスマホをするタイプなんですけど、一人の時は全然いいんですけど、デートの時に関しては、スマホは見ない、触らないっていうのが良いですね。一緒に相手と過ごしているわけだから、二人の時間に LINE なりメールなり電話なりさ、他の人を介在させない。仕事で緊急とかだったら仕方ないんですけれども、
まあ、それ以外の、まあ、SNS 更新とか、自分一人の時間じゃないから相手もいるから、相手がまあ不快にならないように心がけたいところですね。はい、次にですね、自分の話ばっかりしてしまうおしゃべり好きな女性によくあるがちなんですけど、ついつい楽しくなってくると自分の話ばっかりしちゃうよね。自分ばっかり喋っちゃうと、男性が口下手であってももうやっぱ相手に質問したりとか、相手のことも知るっていうことも大切ですから、おしゃべりが大好きな方は相手がうんうんうんって聞いてくれたとしても、でもまあ相手に対して質問したりとか、彼の発言を引き出すようにした方が良いですね。はい、次にですね、文句が多い。もう文句が多いって絶対アウト。完璧主義だったり、目が肥えていたり、シビアだったりすると、ダメな部分に対して指摘しちゃう。高いのに美味しくないよねとか、なんか店員さん感じ悪くないとか、別に言わなくていいことをその場で言っちゃう。店員さんに対しても例えばその横柄な態度で接したりとかしてると、もう当然あなたの魅力が損なわれちゃうんですよね。言いたいことがある時は文句ではなくて事実として怒らずに、これってさみたいな感じで彼にちょっと聞くみたいな感じがいいですね。なんか自分からその店員さんとかに刺さり出て、これはこう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 なんですみたいなことは言わない、やっぱさ、寛容な女性の方がいいです。はい、次にお礼を言わない、これをみんな言ってると思うんだけど、それが伝わっていないっていう人が多いかなと思います。つまりありがとうございますだけだったらもう当たり前すぎて右から左、あんまりその心に残らないから、だから何に対して感謝を感じているのかっていうことを伝えた方がいいです。割り勘だったとしてそれでテンション下がっちゃうっていう女性もいるんですけど、なんでテンション下がるのかなと思っちゃって、私はね、自分で食べたんだよねってなったら、普通は食べたら払うって当たり前だし、出会ってさ割と日が浅かったらまだあなたのことを分かってもらえていない状態なので、要はまだそこまで好きじゃない可能性もありますよね。なのでまだどうなるか分かんないし、割り勘に関してもフェチだと思わずに冷静に彼のお金の価値観を知ること、できればご馳走してほしいですよね。そう思ってる女性めっちゃ多いと思う。中には私は払いたいですっていう女性もいて、そういった怒られることに対して抵抗がある方は、逆にご馳走するよって言われてる時に拒否をせずに、もう受けてください、ご馳走されちゃってください、そこで私も払いますとかって言っちゃったら、男性がするとさ、払わせてって言ってるのに拒否されるっていうことは、まあ、自分の行為を受け取ってもらえないと思われますから、だからね、受け取りましょうあと実際そのデートの時にお作法みたいな感じでお箸の使い方がもう汚いとかガシャガシャしちゃうとか、そういうことに関してはあんまする人いないと思うんですけど、もしちょっと気になるわって方いらっしゃれば、まあネットでググるなりして、食べ方に対してはガタガタよりかは、まあしっかり味わって美味しく食べると自然とゆっくりになるから、あんまりこうガチャ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 ってしないと思うので、まあ大丈夫かなってところです。はい、デートの時の、まあ、バッドマナーということでお話をさせていただきました。いつも見てくださってる方は、かなさん今日元気ないと思ってるかもしれないんですけど、めっちゃ眠くて眠くてっていうところなんです。だから元気がないわけではなくて眠いですが、 YouTube、まあ、やらないといけないから頑張ってました公式 LINE ではどの女性も一流男性から愛される方法7 days を7日間配信しておりますので、ぜひ概要欄から登録よろしくお願いいたします。この動画が良かったなと思ってくれた方はグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃればチャンネル登録もよろしくね。 YouTube 毎日6時に配信しておりますので、ぜひ次の動画もお楽しみください。それではまたねー。